どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、皆さんにぜひ読んでほしいエッセイを紹介したいと思いますけれども、まあ、エッセイという範疇では、ちょっとね、語れないかもしれない。ひょっとするといや、それは自己啓発本だとか、ビジネス書の、ジャンルに入るんじゃないか、カテゴリーに入るんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、いくつかですね、紹介したいなというふうに思います。まずこちら、筒井康隆さんのですね、創作の極意と掟、これね、創作の極意と掟以外にもなんかこうシリーズでいろいろ出してるんですけれども、これ非常に面白いです。創作をする人はね、ぜひ読んでいただきたいと思います。筒井康隆さんといえばね、本当に純文学からですね、エンタメもあらゆるものを書けます。短編から長編から、非常にオールマイティーなね方だと思うんですけども、その作家さんの創作の極意と掟という本なんでね、こちらまあエッセイと言えるかどうかわかんないですけどもね、指南書になるのかもわからないですけれども、非常に面白い作品なので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。はい、続きまして、太田光の頭の中と書いてますけれどもね、今日も猫背で考え中というタイトルですね、これ本当はね。爆笑問題の太田光さんです。太田さんの本はね、たくさん出ております。なので何を読んでもいいと思います。この方本当にちょっと考えすぎだよというぐらい考えている部分もあるんですけれども、非常に、物事に対してですね、深く考察する方なので、でやはりね、これだけ、売れてるお笑い芸人の方なので、非常になんていうんですかね、角度が鋭い、ものの考え方をするなというふうに思います。そして慈悲深いんですね、実はとても優しくて繊細な方なのでね、読んでみると見方が変わるんじゃないかなというふうに思いますし、面白いなと思える本だと思います。今日も猫背で考え中、まあ、これはあまりにも有名な本なんですけれども、岡本太郎さんの自分の中に毒を持てですね、これはもうちょっとね、有名すぎるんでいちいち僕が言うほどのものではないと思うんですけども、芸術は爆発だといったですね、太陽の塔を、作った芸術家岡本太郎のね、魂の言葉がたくさんありますので、自分の人生に置き換えてみてもね、十分役に立つような金言格言があるんではないかなというふうに思います。はい、岡本太郎、自分の中に毒を持て。はい、西田喜太郎、禅の研究、これね、正直ね、僕は難しかったんですね。爆笑問題の太田さんがね、面白い本だというので紹介してたんで読んだんですけど、さっぱりわからなかったんですね。今ですね、何か分かりづらいチャンネルさんでですね、この禅の研究について取り上げてますので、その動画をぜひご覧ください。それを見てから読むと多少、読みやすくなってるんじゃないかなというふうに思います。はい、西田喜太郎の禅の研究、この人もすごい方です。ビートたけしさん、貧粛の達人、芸人だからどうこうとか、有名人だからどうこうというよりはですね、非常にこの考え方がクリアな方で、非常に先見の明のある方でね、本当にまだパソコンというのがそんなにその一般家庭にまでね、流通してないような頃に、情報っていうのにこれから流される時代が来ると思うよっていうような話をされていて、田中真紀子さんに、あなた大臣になったらどうですかというふうにね、言われてたのを僕は覚えてます。はい、それぐらいすごい方でございます。この人の言う通りに世間がどんどんなっていくなというふうに思うビートたけしさんの貧粛の達人でございます。はい、養老たけしバカの壁、もうめちゃくちゃ売れましたこの本ね。バカと話すにはね、分かり合うなんてことは無理だと、いうふうに書いております。まあ、この養老たけしさん自体非常に、語り口の面白い方なので、ね、頭のいい方ですけれども、決して小難しくなっていない、割と誰でも分かるような感じで、こう柔らかく物事について、考察したものを書いてくれますので、読みやすいんじゃないかなと思います。はい、養老たけしさんのバカの壁。そして最後にですね、こちらでございます、白鳥春彦さんの頭が良くなる思考術。これ以前僕は白鳥春彦さんのですね、書籍は1回取り上げてるんですね、頭が良くなる本の読み方というので、シリーズの最初の作品でございます。非常に面白い本なのでね、これを読むとちょっとね、考え方が180度変わったりするんじゃないかな、はっと気づかされるようなヒントがたくさんあると思います。創作をされる方、されない方にもですね、非常にヒントになるようなことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで白鳥春彦さんの頭が良くなる思考術でございました。
さあ、というわけで今日はですね、エッセイ、まあ自己啓発とか、ひょっとするとビジネス書とかね、そういう風になるのかもしれないですけれども、というものを紹介させていただきました。またお会いしましょう。さよなら。